タイ人と出会った時の挨拶ーーイギリス人やアメリカ人と出会った時 your name? 赤字の部分は起源が同じだと言っても信じてもらえないと思うのだどういうことか説明するのだまず昔のタイ語の発音はここが S なので S の発音を示す字で書かれているのだタイ語の挨拶「こんにちは,は」はインドから伝わった仏教用語で 幸せを意味するる言葉に基づいていてのだ。マークは英語で「スワスティか」と言うけどこれも同じ語源なのだ変形しまくってるけどエスティの死因の痕跡がずっとたどれるのだサンスクリット語は何千年も昔話されていた「陰王祖母」という言語の末裔なのだ「スワスティの後半は何々である」という動詞に由来するのだでこの「 であるという動詞の直径の末裔が英語ノイズなのだ。すり切れずに死因が何千年もつながっているのだ。ちなみに、ラテン語の何々であるもそっくりなのだ。アニメ、機動戦士ガンダム、水星の魔女にこんなセリフが何度も出てきたけど、これはラテン語でここに出てくるのだ。ちなみにここは英語とつながっているのだ。 というわけで言語学を学ぶと世界がつながって見えるようになるのだ。